リヌスイスライルは、オランダ・アムステルダム出身のサッカー選手、サッカー指導者である。選手として、DWS、フェーノールト、エクセルシオール、PEC、ズボレに所属。彼にとって、クラブレベルでの最大の成功を得たフェーノールトでは、エールディビジンに3回、KNVB カップ、UEFA チャンピオンズカップ、UEFA カップに、それぞれ1回優勝。 1970年 u e f a チャンピオンズカップ決勝のセルティック戦では2点のうち1得点を挙げている。鉄のリヌスのニックネームで呼ばれ、テオラセロムスと共に、フェーノールトで剣道な守備陣を築いたことで、アムステルダマーながら、フェーノールト史上最高の DF として知られている。当時のチームメイトビムヤンセンは後に、フェーノールトが、 トップに成長するためにリヌスこそが必要な起爆剤だった。彼のおかげで毎回のトレーニングが試合のようになったんだ。トップに到達したいなら常に綺麗にプレーできるわけではないということを彼のおかげで経験できたと当時のチームの強靭なメンタリティの要因がイスラエルにあったことを指摘している。オランダ代表としては1964年から1974年の 間に47試合出場3得点。オランダが準優勝した1974年、ワールドカップでは3試合に途中出場した。ありがとうございます。